その日、セガエンタープライゼス専務湯川秀和は驚くべき街の声を耳にした。セガなんてダッセよな。プレステの方が面白いよな。そうなのか。なんてこった。止めてくれ。一人になりたいんだ。くそ、セガなんてダッセよな。ちゅう、おっちゃん、うるせえ。ごめんなさい、エム。おかえりなさ。どうなさったの。立つんだ湯川専務。